はい、皆さんこんにちは、ワナイルグリビッシュです。オミクロン株だいぶ騒がれてますね。まあ、感染力とか諸説あるようですけど、まあ、注力して見守っていきたいなというのはあるんですが、それを受けて株は世界的な全面安、円高も多少進んでですね、まあ、かなりの損害を僕自身も出してしまっているんですが、張り切ってギレンの野望アクシズの脅威ハマンアクシズ編の続きをプレイしていきたいと思います。ではですね、前回までの流れでサイド1、サイド4攻略作戦進めていますので、今回はその続きからプレイしていきましょう。早速時間を進めます。サイド4です。すでに侵入して部隊進軍中なんですが、ここもできるだけ損害少なくいきたいので、まあ、ビグザムの攻撃、あとはですね、打たれ強いノイエシル、もうすでにエネルギー切れ起こしてるんですけども、これ盾になってもらうということからですね、前に出しておきたいと思います。ノイエシルが一撃死するっていうことはほぼないと思いますので、ここでしっかりね、敵を受け止めてもらう、まあ、そういう役割を、取ってもらいたいかなと思います。敵はバーザムなんかも出してきていて、量産機としてはかなり手強い相手なんですけども、まあ、パイロット、エースを使ってここは撃破していきましょう。私に従おうとせん、貴様らがいけないんだよ。まあ、集中攻撃で確実に一機ずつ倒していくっていう、まあ、そういう戦略を今取ってます。そしてとどめをね、このビグザブの攻撃、これで一気に削っていく。これを繰り返してできるだけ損害が少なく攻略していこうと、まあ、そういう段取りですね。久しぶりにゾクゾクする。では最後はキャラスーンでとどめを刺してサイド4の攻略完了としていきましょう。まあ、キャラスーンも能力的にはかなり上位なので、まあ、しっかり育ててですね、エース中のエースとしていきたいと思います。猫目のキャラがやられるわけないだろう。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。コロニー2つ目の制圧完了してます。ハマン様、参謀部よりコロニーに対する部隊派遣計画が提案されました。回線を回します。ハマン様、戦いに勝利するためにはコロニー居住者の支持が必要です。マシュマセロを派遣しコロニーの治安維持に当たらせてはいかがでしょうか。マシュマーの派遣が来てますね。マシュマーがプレイアブルキャラクターとして外れてしまいますが、ここは選択肢イエスを選びましょう。そうだな。それに戦闘経験の少ない将兵に訓練を積ませるのも悪くない。マシュマーに命令を伝えておけ。了解しました。ではサイド3へと進行していきましょう。攻略作戦発動です。我が軍はこれよりサイド3攻略作戦を発動する。諸君らの健闘に期待する。ハマーン様の特別作戦の発動はすごくシンプルですね。ではサイド3です。アクシズ軍40ユニット、ディダウンズ軍12ユニットという兵力差になっています。まあ、普通に行けば勝てると思うんですが、いかんせんアクシズ軍は旧式のモビルスーツも多いので、まあ、損害を抑えながら進んでいけるように戦っていきたいと思います。では部隊進行していきまーす。まあ、アクトザクは移動力が高いので、制圧に回してですね、主力部隊はビグザムを先頭に進撃を開始します。ここにはハンブラビのダンケルがいました。まあ、これちょうどですね、ビグザムの河川上に入ってくれたので、ビグザムによる砲撃で仕留めていきたいと思います。ビグザムの砲撃だと経験値がね、ちょっと貯められないという、まあ、すごくマイナス面はあるんですけど、それ以上に得られるメリットが大きいですね。では最後はハマーン様で、このサイド3の制圧、奪還、完了していきましょう。まあ、パーフェクトジョング、まあ、強いんですけど、この時点でハマーンが乗るにはちょっと物足りない機体なので、
やっぱりね、キュベレーとかジョイの機体に新しく乗り換えてもらうためにお金もね節約していきたいので、こういう戦いでも損害が出ないように気をつけていきましょうね。特別エリアの制圧に成功しました。報告します。キターンズの戦力低下により宇宙基地ルナ2の攻略が可能になりました。ルナ2攻略作戦を提案します。はい、ルナ2攻略作戦が来ましたので、ルナ2に部隊を向けていきたいと思います。その様子は次回お届けしていきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきます。情報部の報告をご覧になって。